ヒット曲をメドレーでお送りしたいと思います。嵐といえば、アイドルらしからぬ庶民的な雰囲気と面白さで人気のグループですが、メンバーの5人は大変仲がいいそうです。メンバーでカラオケに行ったりとか、誕生日プレゼントを贈り合ったり、プライベートに旅行にも行ったりしているそうです。去年2009年はオリコン年間ランキングで史上初の4冠達成、紅白歌合戦にも初出場していますが、メンバー5人とも嵐以外の活動も積極的に行っています。例えば二宮和也さんですと、硫黄島からの手紙という渡辺謙さんの主演の映画に出ていましたし、櫻井翔さんは、ニュースゼロというニュース番組の月曜キャスターを務めているので、ご存知の方も多いんじゃないかと思います。それではお聴きいただきたいと思います。嵐のヒットメドレーでジャパニーズグラフィティです。